今回ご紹介するのは名鉄名古屋本線三河線の地流駅です。地流駅は愛知県知立市栄二丁目にあり、1959年昭和34年4月1日に開業しました。当駅は知立市のやや西に位置し、市の代表駅、玄関口となっています。名古屋本線と三河線の接続駅となっているために利用者が多く、非営業列車や団体列車を除く全旅客営業列車が停車します。三河線は知立駅にてスイッチバックして乗り入れる配線になっています。現在では三河線全線を直通する列車はなく、この駅を境に豊田市、佐那毛方面の北側区間である山線と刈谷、碧南方面の南側区間である海線で運転系統が分かれていますが、実際は知立駅に到着した列車がそのまま反対側の区間への始発列車になる設定もあり、この場合は下車をせずに乗り継ぐことができます。知立駅周辺は鉄道により市街地が分断されており、鉄道と道路が平面交差していることで慢性的な交通渋滞が発生するなど、長年にわたり生活に及ぼす影響が看過できない事態になっていました。また名古屋本線も神宮前駅から比較的距離があるにもかかわらず、待避線がないため緩急接続ができなかったり、三河線との乗り換えにも階段を利用しなければならず、バリアフリーの観点から長年改築が望まれていました。このため愛知県を事業主体に知立駅を中心とした名鉄名古屋本線と三河線の高架化事業である知立駅付近連続立体交差事業が2000年平成12年度から進められることとなりました。2028年令和10年度を完成予定とした駅周辺の連続立体交差事業に伴い、2015年平成27年2月28日から2、3番線ホームの南側に設置した仮ホームと仮線の共用を開始すると同時に南改札口を新設しました。2023年令和5年3月21日に名古屋本線の上り豊橋方面を高架に切り替えました。この時点では将来的に待避線となる8番線のみが作られ、当駅での列車待避は引き続きできません。2025年令和7年度に名古屋本線の下りを高架に切り替える予定です。三河線を高架に切り替える予定は2027年令和9年度です。これにより全線の切り替えが完了する予定です。
撮影時点で3階は連絡通路になっています。Thank you.
乗車券のみでご利用できます。一般車ご利用のお客様、後行きの4分前の乗車券番号。今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。